アプローチショットから、まあ、打ち込みからのパッシングショットの、まあ、練習法ということで、まあ、ちょっと基本の練習になるんですけど、まず、重要なポイントとしては、しっかりと配膳、コースを読ませたくないんで肩をグッと入れるんですね。フォアバックも一緒です。前向いたままやってしまうと打点も詰まりやすいんで、しっかりと体をひねった状態を素早く作るっていうことが大事になってくる。まあ、これはボレーストロークしてても一緒ですね。ゆっくり構えてじゃなくて素早くこの形を作る、これ非常に大事になってくるんで。で、多いのがこの形を作ったら止まってしまう人がいるんですけど、連動して足も一緒に動かせるように、近づきながらこの形を作れるようにっていうのはちょっと意識してください。で、次は、前に来ました。で、相手の前詰めてくる、まあ、ボールの方向、打ってくるボールの方向に対して次の返球っていうのはちょっと考えていく。例えばボールがめちゃめちゃ端の方、ワイド方向に来ました。ここからやったら相手はおそらく、ストレートをケアしてまた寄ってくるんですけど、打点がさらに外になると、まあ、どうしてもこう、クロスっていうのは難しくなってくるんで、めちゃめちゃしんどいショットになってくるんで、まあ、これはもうストレートでいいかなと思います。相手も外から入ってくるボールって意外とウォッチしたりとか、してくれるん で、例えば次は内側に入ってきたボール、これは外側抜いていくのって結構難しいんですよ。スピードを出してしまうと、ワイドにこうアウトしてしまったりするんで難しいんで、これは一本相手に足元に打って触らせるっていう、作戦に変えるというか、一本相手に触らせてから次のショットでさあどうするかっていう風に考えていく。だったり、まず一本ロブを、打っていく。まあスピードが速かったらロブ難しいんですけど、まあ、一本相手に触らせるですね。一発でダーンって決めに行こうとするんじゃなくて、相手の返球、コースによってちょっと触らせてから次どうするか。で、一本でしっかり抜いていくのかっていうのをちょっと考えてもらったらいいかなと思います。で、最後に、自分の、打球方向ですね。今度は、アプローチ側の、目線からになるんですけど、自分の相手の自分が打ったボールで相手のパッシング打つ人の打点、どこで捉えてるか、ワイド捉えてるのか内側で捉えてるのかによって返球って変わってくると思うんで、例えばワイドで捉えました。ここからの打球方向、打球方向、向こうの角と角を結んだ打球方向、の真ん中を、陣取りたいです。アプローチ側はなんで、打つ瞬間に、相手が打つ瞬間にボールの方向、自分が打ったボールの方向にグッと詰めてもらったらいいかなと思います。センターにボールが行ったらセンター方向にグッと詰めてもらったらいいかなと思います。すぐに詰めるんじゃなくて、ダーッともう一気にネット前まで詰めてしまうんじゃなくて、それをしてしまうと、あ、詰めてきた、ロブ上げようで終わってしまうんで、そうじゃなくて相手が打つ瞬間にギュッと詰めるようにしてください。相手にできるだけこうポジションを、見せたくないんで、相手を見ながら詰める。相手やっぱりボールを捉える時っていうのは打点を見てるんで、相手はなかなか見ることができないんで、その瞬間が詰め時かなって思います。まあ、ポーチボレーなんかでもそうですよね。相手が打つ瞬間にグッとポジションを移動させる、詰めたりしていくっていうのが大事になってくるんで、そこをちょっと意識して、やってください。アプローチ側の、コツとして、さっき MJ がその角度についてボールの詰め方に対して、言ってましたが、僕は詰めた時のアプローチをしました。これクロスにアプローチしたんで、まあ、クロス方向大体センターぐらいまで寄ってボレーをするんですが、その時のステップですね、ステップ、スプリットステップがすごい大事なんですが、皆さんスプリットステップって、例えば前に走っていってここの線まで行かなあかんってなったら、その線まで行って踏むのと、その場所を目指してスプリットステップを踏むっていう2種類の考えの方が
いると思うんですが、正しいのは後に打った方です。自分の目指す場所に対して足を踏んでもらう、その場所まで走ってから踏むんではなくて、その場所で止まりたいからスプリットを踏むっていう感覚でやってもらったらいいかなと思います。その場所まで行って上にポンではなく、その場所に対してスプリットステップですので、今回のメニューだと僕がアプローチを打って、ちょっと行きちょうだい、打ちました。 MJ が打つときにスプリットステップ、その時に少しだけ前に入って止まるという感覚でやってもらったらいいんで、ここまで行って行って止まってからじゃないんで、これは反応遅くなっちゃいますから、 MJ が打つときにタイミングを合わせて前に行った、これがスプリットステップになります。ですので勘違いしてもらいたくないのは、その場で行ってゆっくり止まって飛ぶではなく、勢いよくクッと止まるためにもスプリットステップを踏むんで、まあもう一つね、こう反応を良くするっていうのもあるんですけど、止まるためにもスプリットステップっていうのを使うの、ちょっと覚えておいてください。走っていって、ポン。おーおー、ポンではなくてね。はい、これ結構ね、間違ってる方多いので、本当に自分のポジションについてはさっき MJ が、熱く語ってましたので、僕はステップについて、スプリットステップについて、皆さんにお話ししました。これないとあるとでは全然話変わってくるので、反応の良さだったりとか動きの止まり具合、止まるスピードだったりとか変わってくるので、やっぱ走ってる、全力でやっぱ走っちゃうと思うので、全力で走ってるものをいきなり止めるんだったら、やっぱりスプリットステップを使ってもらわないと、ちょっと止まりが悪い形、バランスが崩れてしまうことになってしまうので、ぜひこうやってね、止まり方皆さん自分でチェックしてから見直してもらったらいいかなと思います。はい、アプローチからの、バックハンド、のパッシングのデモンストレーションをちょっとやってみました。バックハンドで気をつけないといけないのは、ラケットをテイクバックして大きく振ってしまうと、まあ、どうしても間に合わないんで、できるだけコンパクトに合わせにくい面でボールをコントロールするようなイメージを持ってもらうのと、あとはバックハンドで、まあ、プロの試合とかやったらでクロスにこうショートクロス打ってエースとかあるんですけど、なかなか難しいんで、バックハンドは速いボールだったり勢いのあるボールで抜こうとするんじゃなくて、もうこれを一本足元、相手の足元ちょんと合わせていって、足元に打って、その次さあどうするかっていう風に作戦を切り替えた方がいいかなって思います。一発を狙いに行くんじゃなくて、相手の足元を狙う。でももし体勢に余裕があるなら、ガーッと入ることができるなら、コースをしっかりついて決めに行ってもらってもいいかなと思います。ただ勢いがある場合、押されてる場合はできるだけコンパクトに、で自分の体も棒出しじゃなくて低くなった状態で合わせるっていうのを、意識してもらったらいいかなと思います。ただ相手の足元を打って、さあ次どうするか、一本触らせてからの次のショットの対処っていうのを、まあ打った次の早く
動くっていうのも重要になってくるんで、そこをちょっと意識してみ、やってみてください。